こんにちは、榎本美沙です。今日はですね、オートミール、皆さんお好きですか？オートミールを使った雑炊をご紹介したいと思います。オートミールって少し前からヘルシー食材として話題ですけれども、食物繊維が豊富だったり、血糖値の急上昇を抑えたりですね、あとふやけるのでお腹が少量でもいっぱいになるっていうことで、ヘルシーな食材として注目されてるんですが、今回はですね、年末年始にちょっと食べ過ぎちゃったなとか、胃が少し重たいなっていう時におすすめの、このオートミールを使った、ささみの梅おろし雑炊ご紹介したいと思います。とっても美味しいです。とろっとして、旨味もたっぷりあってすごく食べやすいのでですね、ぜひちょっと年末年始食べ過ぎたわっていう方は、一度これでリセットして整えていただけたらなと思います。では材料の説明です。まずささみ、筋なしのものになります。そして大根、オートミールですね。こちら今回ちょっとバラバラとしているクイックオーツと呼ばれるものを使っています。そして片栗粉、醤油、鶏ガラスープの素、お酒、万能ネギ、梅干し、ごま油になります。では大根はすりおろします。皮を剥いてですね、すりおろしていきます。そしてすりおろします。ささみをですね、そぎ切りにしていきます。そぐように切ることでですね、繊維を断ち切っていて柔らかく仕上がるのと、火が通りやすいのでそのように切っています。そしたらですね、ささみにですね、塩をまぶして下味をつけます。で、片栗粉ですねを周りにまぶします。そうするとですね、トゥルンとした仕上がりになって、でしっとりと仕上がりますので、片栗粉でコーティングする感じですね。たくさんつけてしまうとですね、粉っぽくなってしまうので、薄く全体についているイメージで OK です。では加熱していきます。お鍋にですね、水、そしてオートミールですね。今回クイックオーツという少し細かく砕けているものを使っています。そしてお醤油、鶏ガラスープの素、お酒を加えます。これでですね、中火にかけていきます。はい、煮立ってきました。煮立ってきたらですね、ささみを加えます。でですね、弱火にして、このまま 3、4分、ささみに火が通るまで加熱していきます。はい、時間になりました。おー、とろっと美味しそうです。盛り付けていきます。こちらにですね、軽く絞って大根おろし、そして梅、今回ちょっと自家製のものになります、今年の梅干しです。そしてネギを好みでかけて、こちらで出来上がりになります。はい、ではオートミールを使ったですね、ささみの梅おろし雑炊、いただいてみたいと思います。いただきます。美味しそう、とろっとしてて。まずはじゃあこのオートミールのところだけいただこうかな。うん、とろっとしててすっごい美味しいです。じゃあささみも、柔らかい。あ、せっかくだから
梅とおろしも一緒に食べようかな。今回ちょっと自家製の今年漬けた梅干しを食べたいと思います。梅と大根おろし付きで美味しそう。うん、さっぱり美味しい。あのオートミールって本当にどんな味付けにしても癖がないのですごく美味しいんですよ。で今回みたいな、ちょっとです ねお醤油とか鶏ガラベースの味にすると、すごくコクが出て美味しいんですけれども、こういう梅干しとかですね、大根おろしをこう上にのせることによってさっぱりと仕上がってすごく美味しいです。ちょっとね、胃が重いなっていう日にこれ食べると、元気になるかなと思います。程よくお腹もいっぱいになるっていうのもいいですよね。美味しい。うん、いやこの梅とささみっていうのがすごい相性がいいですね。今回はですね、大根おろしと梅とささみですごくシンプルに仕上げてるんですけれども、ちょっとですね、大根を例えばちっちゃく角切りにしたやつを入れてみたり、カブを入れてみたりですね、あとネギ刻んだものを入れてみたりですね、いろんな具材アレンジもできるかなと思います。そうすると食感のアクセントにもなって、また美味しいかなと思います。で今回ネギ散らしましたけれども、青じその千切りでも美味しいので、ぜひですね、いろいろ試してみていただけたらと思います。私オートミール好きなんですけれども、以前ですね、キムチ風の雑炊とかオートミールを使ったおにぎりとかですね、リゾットみたいなものもご紹介しているので、よかったらオートミール興味あるわっていう方はですね、そちらも試してみていただけると嬉しいです。今回オートミールを使ったささみの梅おろし雑炊ご紹介しましたけれども、これからもですね、こういうヘルシーな料理だったり、発酵食品を使った料理、季節に合った料理なんかもいろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。軽々ペロリと食べられる。